江戸番町のある侍の家の台所では、女中のお菊が宴の後の皿を片付けておりました。冷酷な主人と奥方に叱られないように、お菊はいつもおずおずと働いておりました。ことにこの南京皿は主人自慢の大事なお皿でしたから、一枚一枚丁寧に拭っておりました。お皿の数は全部で10枚、赤や青の模様の散りばめられた、それはそれは美しいお皿でした。でも今日は朝から宴の支度で、お菊はもう疲れて眠たくて、ついうとうと、いけないいけない、お皿割ったら大変だ。そんなさなか、窓からぬるりと入り込んだものがおりました。お菊は慌てて追い払おうとして、しっしっ、お皿が一枚割れてしまったのです。割れた音を聞きつけて女中たちが駆けつけてきます。あ、これは大変なこと。私どうしたんだい。やってきたのは奥方でした。お前なんてこと。奥方は割れたお皿を見るなり、お菊の髪をムンズと掴んで引っ張りました。この不届き者、よくも皿を割ってくれた。奥方はお菊を掴んで主人のところまで引きずっていきます。大変なことでございます。あの10枚揃いの南京皿が1枚足りなくなりました。何？1枚足りない？はい、このお菊が1枚割ったのです。お許しください。許さん、お菊、覚悟しろ。お許しください。主人と奥方はずいぶん長い間お菊をいたぶって、そして暗い納戸に押し込めてしまったのでした。次の日、女中がお菊の様子を見に行くと、そこにお菊の姿はありません。家中の者がお菊を方々探し、やがて庭の古井戸のそばでボロボロの小さな草履だけが見つかりました。難道を抜け出したお菊は井戸に身を投げて死んでしまったのです。主人は、お菊は病気で死んだと届けを出しました。残ったお皿も納戸の奥にしまい込まれました。そうして主人も奥方も女中たちも、だんだんお菊のことは思い出さなくなりました。ある日のことです。奥方は自分の首筋に奇妙な模様があることに気がつきました。奥方にはそれがあの南京皿の模様に見えてゾッとしました。これはもしやお菊のたたり。その晩からお菊の声が庭の古井戸から聞こえてくるようになりました。1枚2枚3枚、その声は皿を数えるように
1枚、2枚と数え進め、8枚、9枚まで来ると9枚、10を言わず辛くするとまた1枚、2枚と数え始めるのでした。お菊の声は毎晩夜更けから聞こえてきて明け方まで続きます。それは身の毛がよだつほど恐ろしく、でも屋敷のどこへいても耳を塞いでもその声から逃れることはできません。こんな晩が続き、奥方は病気になりました。高い熱が出て7日7晩もお大苦しんだ末にとうとう死んでしまいました。女中たちは次々に屋敷を去っていき、やがて残った主人も奥方の後を追うように死んでしまったということです。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、1枚。